せて攻める必要ないですからね、はい、柏木入れる、コーラキーワンタッチ、柏木からのボールワンタッチ、コロキ、いやホットライン出ましたね、見事なホットラインです。今シーズン11ゴール目、コロキ新造、これで点差を広げた前半の42分。この柏木にボールが入って前向いた瞬間のこのコロキの動きですね、はい、まあ、チェックの動きちょっと入れながら、まあ、本当にこれディフェンスラインとゴールキーパーの間っていうのはそんなにスペースないんですけれども、うん、この動き出すタイミングとこの柏木のこのパスの精度ですよね、はい、これはもうパーフェクトだったですね。あ、まあ、これ後ろからちょっと押されてる、まあ、引っ張られてるような